ありますね、このブリッジで返すバイソン。さあエルボーを落としていく。さあ期待にエルボー。コンバットの選手もあともう2ヶ月ぐらいでね。そうですね、はい、エルボーされてるんですよね。もったいないですね。そうですね、まあ、花はですね、本当に咲いた時は命ですからね、散る手前にね、やめたいっていうところじゃないですかね。ですね。ダブルのフロントキックを見舞っていった。これによって FMW の女子がちょっと薄くなってきますよね。そうですね、やはりこの FMW マットでは、コンバット・コーダー、工藤めぐみ、それ以降が続いてないと、はい、状況がかなり長く続いているんですね。山本さん、ずいぶん長い間コンバット・コーダーと工藤で引っ張ってきたという言い方はおかしいですけど、本当にあの FMW の歴史そのものっていう感じですよね、はい、さあ豊田がボディアタック。ですからこの豊田選手、牧あとは猛毒隊だとかですね、はい、中山選手、石倉選手あたりが本当に気合い入れて、はい、また FMW もらえたんですよ ね。石倉選手はもうやめるみたいですね。あ、そうですか、はいはい、これはちょっと顔が不自然な体勢で落下したんでしょうか、はいはい。さあちょっとバクッと意識朦朧の状態ですね。変わるですね、なんか変な落ち方したんですかね、はい、こちらからはよく見えませんでしたが、かなり首をひねったか、さあ場外重いですからね。さあ場外でやり合っています。さあ場外ではアジャがバイソンを投げ飛ばした。鉄柵に、そしてそのまま場外客席の方へ連れ出していきます。そして豊田も工藤を、さあ机へ叩きつけております。そして椅子攻撃、さあこちら側でアジャとバイソン、豊田と工藤、目の前で戦い繰り広げております。さあ場外戦、ハオルがまだ起き上がってこないみたいですね。かなりダメージきついみたいですね。さあリング上では豊田が工藤をヘッドバット、コーナーに押し込んでおいてのヘッドバット。さあそしてフェイスバスター、ちょっとカオル選手が心配ですね。そうですね、ダメですね、まだダメージ回復できてない模様ですね、カオル選手。さあそしてリング上ではキャメルクラッチの体勢。さあまたアジャが暴れてるんでしょうか。ワイソンを鉄柵に投げつけた。さあカオルに、クーガがカオルにビンタ、しっかりしろということでしょうか。そうですね、気合入ってますね、